イタリア一部ローマが今夏、イングランドプレミアリーグのアーセナルに所属する日本代表 DF 冨安健洋、24、の獲得に乗り出すと、イタリアメディア、ブラスティンニューズ、が伝えている、アーセナル加入2年目の冨安はレギュラーの座を失い、ベンチ暮らしが続いているため、各メディアで今夏に移籍する可能性が囁かれている。2021年8月までイタリア一部ボローニャで活躍していたことから同一部の名門ユベントスがリストアップしたとも報じられているが、ここに来てローマが興味を示しているという、同メディアは、冨安はアルテタ監督に与えられた短いプレー時間に満足していない。このため、今夏に売却される可能性があり、最前線にいるユベントスと共にジョゼ・モーリーニョ監督が率いるローマからも追跡されている。どちらのクラブもアーセナルの経済的な要求を満たす必要があり、移籍金は2500万ユーロ、約36億円となると伝えた。ただ、ユベントスは冨安と共に、マンチェスターシティに所属する DF アイメリック・ラポルテにも熱視線を注いでおり、冨安よりも先に名前がある、という。なかなか出番に恵まれない中、今夏の移籍はあるのだろうか。